趣旨をちゃんと最初から教えろ。俺はコマスを見据えてるから教えるから。そう。こうなっちゃダメだよ。東北島っていう地点があると思って。そうそう。良い子は、良い子でみんなは、こんな大人にならないように、いっぱい勉強しよう。わかる？どうも、黒目侍でーす。はい、すーまあ、ということで、まあ、我々、間もなく節分を迎えるということですけども、青春みたいな人ですね。毎年来ますからね、本当に節分。ね、もう、どうですか？恒例行事ですけど、大事にしてますか、ちゃんと。俺も家族で、やったりするよ。いや、僕もやります。あのね、パパがね、節分誕生日なのよ。いや、誕生日と同時に、なんかお菓子タワーを作って、豆をこうやって、お菓子倒れたら、それ食べれるみたいな。すごい、なんかアメリカのこういうやつみたいな。あ、そうそうそう、ほんとそんな感じ。催しがね。やってるやってる。コンペもやるんですか？やります。何してたの？いや、だから豆まきするぐらいで、外に。ああ、外なんだ。で、まあ一般的にはですね、まあ鬼は外、福は内つって、みんなみたいにまあ豆を投げたりしますけども、あの、最近はこう、恵方巻きを食べる文化も一般的に。なってますけど、恵方巻きは食べませんか？いや、あれだよね、なんか。食べない？食べたことない。マジ？あれ、もうなんか黙って食べるんだよ、ね。あ、そう。俺、ちっちゃい時から恵方巻き食べてたの。どこの方角見んだっけ？忘れちゃった。年によって違うんですか？年によって違うんですけど、今年はですね、なんと東北東です。ああ。東北東。はい。まあ、でもどこかわかんないもんね。わかんない。まあ、でも後でこれにちなんだクイズが出てくるので、ちょっと。なんかこう、ちょっと自分だけこれやってますみたいなのはまだいないか。なんかね、こう地方によって、こう独自のこう節分文化があるみたいで、今日はあの日本の節分を体験しようという回でございます。なるほどね。確かにあんまり馴染みないね。そう、馴染みないんですよ、地方の文化は。そう、あんま知らんかったかもしれない。まずはですね、今日はあの豆まきから、あの、いった大豆を投げるのが一般的なんですけども、なんと北海道東北北陸地方ではですね、落花生を投げ、知ってるな、落花生。ケミー賞で、そうそう、ちなみに僕も北海道住んでたんで、それやってました、落花生で。そうやな、やろうじゃん、それ。いや、とりあえず、まあね、やっぱ鬼役が必要じゃないですか、豆まきって言っても、まあなんか台本上では一応そのまだ役が落ちきってない矢花に鬼役をやってもらったけど、死ぬぜ。じゃあ俺行ったって役払い。じゃあちょっとどんなに投げても頑丈そうなリレーとかでもいいんじゃない？そう、なんか矢花には思いっきり投げれない、正直。じゃってことはあなたの時思いっきりいきますよ。いけるよ、鋼の体も。そのためにやってるんだもんね。そう。これを投げるってこと？はい。やば。でかいんちゃう？なんか、いまだに俺こっちかも。落花生かも、うち。これは北海道で言うと一つずつ投げるの？そう、まあ、あと年の数。いや、俺結構まとめてる。いやフラーギだ、やばいやばいやばい、どうしよう、鬼だと思っちゃったから。鬼だ、鬼だからさ、びっくりした。誰がこれごと投げる。ちょうど持ち合わせで、ハイ投げでしか見たことない。鬼だ、うわ、鬼だ、豆まきってこういうことじゃないの？いやいやいや、こういうことなんですけど、普通に北海道民に誤解されるって。こんなバイオレンスないから。
続いてはですね、まあ節分によく、食べる料理ですね、恵方巻きでございます。来ました。はい、これですよ。まあ先ほど話にもありましたが、まあその年のこう恵方を剥いて、まあ黙ったまま噛み切らずに食べるのが良いとされている。噛み切らず、これむずいんだよね。あ、こうやってやっちゃいけないってこと。本当はダメみたいです、ね、そうそう、一口でいくんだ。マジやばずっとこの口にこうあれしたまま最後までこう飲み込めなくない。でなんか元は関西地方の方で行われてたみたいで、それが今や全国に広まったらしいんですけど、すげえな。先ほどですね、まあ、恵方っていう高校工学があると言いましたが、うん、はい、今年は東北と東北と、さあここでクイズでございます。何でしょう。東北と、うん、この場所で見るとどっちの方向でしょう。それが分かんないんだよ。なので今回ですね、あの正解者だけが恵方巻き食べれます。あ、いいやん、いいじゃんいいじゃん、はい、ここの今そのリアルな方角も知らせずにやる。そうです。もうぴったり当たった瞬間で、どこからどこかだけ教えてもらって、もう本当にぴったり当たった瞬間東だけ教えてもらえる。でもね、こういう定番に行くなら北じゃない。北、東北の近いところに知らせて。ああ、そういうことね。言うなよ。でもやっぱ北じゃないですか。北は北に言われたって どっちが東か分かんないけど、無理してる。あ、終わった。時計で12時。なるほど、どこか分かんない。そっか、そういうのがあるのか。そういう人もいますよ。じゃあ、東がいいですか。東を知りたい。東、東、じゃあ、太鼓さん、東が知りたいと。東がこっちか、こっちか、こっちか。え、こちらが。こっちかの東。あ、じゃあ俺当たった。いいですか。はい、じゃあ、いきます。はい、せーの。お、輪廻以外ほとんどが南国でした。いや、でもなんか渋谷が、なお、東西南北分かんなくなったら、渋谷が北にあるから渋谷を見ろっていう教わったんだよね。今、輪廻から見て、こっちが渋谷なんですか。うん。違うよ、こっちで渋谷。あれ、違う。え、こっち北見。渋谷。北見。単純にこっちが北だったら、あ、じゃあ東だったら北あっちじゃん。で、東北東だからこちら。じゃあ、正解を。え、あ、俺すごくね、俺。え、でもさ、俺もさ、あ、じゃあ、ごめん、待って。俺もさ、ちょうどさ、ここに、かすっ、あの、太鼓さんは今、どこに行くと言いました。俺、ここ。で、それが矢印の方向に行くと。うん。で、ここさ、だって、ちょうどこうやって、うん。こう重なるんだから。いや、重なってないっすね、その場合は、太鼓さん。これと平行で初めて同じ。だったらじゃあ俺ここ行かないといけないわけ。違う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 今これ、今俺はゴールを見据えて刺してるんだよ。そうだから太鼓がそのまま平行移動したら良い子の、良い子のみんなはこんな大人にならないようにいっぱい勉強しよう。わかる。いやー、これ食べましょうよ。もう人も下じゃないですか。じゃあ分かった、リンネは本当はダメだけど鬼頑張ったから。そうね、確かに鬼代で痛いダメージ食らったから。ありがとう、ありがとう。さん回復してくれるじゃん。こんなん揉めてもしょうがないんだから、節分で。そんな行事ないから。いただきます。お願い事しないといけないんだよね。さあ、我々恵方巻きが食べ終わったところでですね、続いてはですね、関東地方で食べられているものですね、けんちん汁です。おー、みんなも食べたことある。これ関東のものなんですね。らしいですね。まあこのエビスコや初馬といった季節行事で振る舞われていたそうなんですけども、まあこういうね、寒い時期に行う行事で体を温める目的で行われていた。いや、これ俺好きだよ、けんちん。なんかすごいね、前向きだね。で、次はですね、主に四国地方で行われているものなんですが、四国ではですね、節分になんとこんにゃくを食べる文化が、これちょっと知らなかったんじゃないですかね。こんにゃくなんだ、ね、あの食物繊維を豊富に含むこんにゃくは体内の掃除をして悪いものを取り除くとされていることから、胃のほうきや砂おろしなどと呼ばれているそうです。胃のほうき。じゃあまずですね、けんちん汁と味噌田楽が来ましたので、皆さんいただきましょう。せーの、いただきます。じゃあまずじゃあけんちん汁から。はい、作ってもらって。あ、おいしい。なんかこれ、これしみるんじゃない。ねえ、おいしい。うわ、おいしい。これしみしみしてる、この、ね、あー、おいしい。じゃあ次、あの味噌で、ね、あ、あの醤油でも、醤油もいいらしいんで。いや、これ味噌でしょう。うん、おいしい、おいしい。うん、おいしいよね。そして最後はですね、関西地方、関西ではですね、節分の日に役を分けてもらうために小豆を108人に食べてもらうという意味と言われており、お化けが付きそうね。
道行く人に赤飯や全財を配る厄除け全財という風習があるそうです。赤い色には邪気を払い厄を避ける力があると信じられていたことから、全財などを親しい人に食べてもらい邪気を払おうと考えられてきたと。もちもち、いただきます。関西では節分の日に厄を分けてもらうため小豆を108人に食べてもらうといいと言われており、厄を100人に、いやまあそんなことはないですけど、いや今日すごいね、なんか運動もしたしご飯もいっぱい食べて、なんか食って動いて食って動いてばっかしてるのほんまら健康的だね。じゃあ皆さんいろいろね今日、うん、今節分にちなんで食べてきましたけども、美味しかった。餅食ってさ、なんかこう、うん、なんか正月気分だったのか。あ、そうだね、なんか料理自体もちょっと正月っぽい感じで、うん、今年できなかったという人は来年やってみて、うん、見てはいかがでしょうか、はい、ということで以上セブンメン侍でした。ごちそうさまでした。今年最強のパワースポットと言われる阿佐ヶ谷のお稲荷さんを詣でてみようです。はい、恐竜鳥居といって、なんと都内だと3つの神社に大変ありがたいです。せーの、じゃーん、もう行っちゃうわ、見てみようよ、つまり本当にすごいよこれ。山の後ろ見ろお前。よくから撮ってるこれ。何撮ってるの。何撮ってるの。